ゼカリア書9章を開いてください。ゼカリア書の9章です。私たちは聖書を順番に読んでいってます。聖書通読をしておりますけれども、先週でゼカリア書の8章まで来ました。で、午後に9章から11章までを読みます。一節ずつ読みます。で、まあ、この9章から11章までに本当にこのイエス様キリストの予言があるんですね。このはっきりとした予言があって、でその一つがこの9章の9節なんですね。でそこを読みます。シオンの娘よ大いに喜べ、エルサレムの娘よ喜び叫べ、見よあなたの王があなたのところに来られる。この方は正しい方で、救いを賜り、乳輪でロバに乗られる。それもメロバの子の転ばに。来週私たちがクリスマス礼拝を守ります。イエス様がお生まれになったことを覚えて礼拝するときですね。この神を礼拝するときです。で今ここで、乳輪にこのへりくだった姿で来られたというふうに書いてありますね。この9章の9節ですけれども、同じようにイエス様が生まれた時というのは卑しいという言葉を使っていいでしょうかね。へりくだったこの状況でありました。卑しい状況、宿屋がなかったですね。それで泊まろうとしても見つからなかったから、なんと家畜小屋にこの泊まった。しかも臨月、もうほとんど子供が生まれそうになって実際にそこで生まれたわけなんです。でところがですね、そのイエス様を拝みに来る、礼拝しに来る、もう王であるかのように実際に王としてこうひれ伏す人たちがやってくるわけなんですね。これがクリスマスの話になってきます。非常に不思議な聖書って不思議な話ばっかりで、なんていうのかな、道徳的に良い話って少ない。道徳的になんていうのかな、こういい話でしたっていうのはならないんですよね。よく読むとですね、変な話ばっかり出てくるんですね。でそれがその一つですね。赤ちゃんにひれ伏すって何でしょう。しかもなんかこう家畜小屋でちょっと汚いところで貝羽桶に寝かされてですね、でそこの赤ちゃんをこの羊飼いが来てひれ伏して祈ってこの礼拝をしていくっていうことが起こるわけですね。で今読んだところもその同じテーマが流れているんですね。イエス様が十字架で死なれる最後の週の日曜日ですね、このオリーブ山からこのロバの子に乗ってエルサレムに入場される、この城に入られるわけなんです。でそれがここでこの予言が成就したということなんですね。で先ほど読んだこのマタイの21章のところがその部分なんですよ。今あんま分からないと思うんですけど、馬を使ってね、このどこかこのいろんな国を戦って、そしてこう征服してってですね、ここ昔のなんていうのかな、このハリウッドの映画とかだとこうギリシャのアレキサンダー大王がこうね、こういろんなところ戦って、そして町に入ってくるときにみんながバンザイって、まあ、日本語だったらバンザイかな、なんか、まあね、でユダヤ人だと、ね、ホサナーって言ってこう歓声を上げるわけですよですね。でも馬に乗ってくるわけなんです。戦ってきたよ、そして、ローマだったとその馬に乗ってきたら後ろの方でこうやってなんか草につながれてるかなんかでこうやって歩いてる、もうみすぼらしい姿をしてる人たちがこう歩いてきたりするんですよ。これは自分が戦って勝ったところ、この征服したところの奴隷にして連れてきた証拠なんです。でももうこの国はこの地域を全部私の国にしたんだって、私の領域にしたんだって、征服したんだっていうのをこう示すためにこう連れられてるわけですね。でこうやって、まあ、勇ましく、力を持って、来るのが普通王なんですが、今見るとロバの子に乗ってるんです。ダサですよ本当に。
超ダサい。で、これが王がどうしてこういう、まあ、いやしいというかへりくだってるというかこういう姿で来るのかが、まあ、不思議に思うんですね。で、この王というともちろん力のある存在です。で、私たち世の中で生きていると、こう人々から注目されたりあるいは高い地位につけばそれだけ力を振る舞うことが当たり前にされています。これは本当にもう普通に生活したら、まあ、学校でさえがこの小さな子でさえがですね、こう何か力を持ったら例えば小学校だったら学級委員になったらなんか、ちょっと態度が変わったとかさ分からないけどさなんか分かんないあのこう偉くなって力を持ったら人に注目されるようになったりとかしたら力をこう行使するわけでしょ。まあ威張るっていうか偉くなるっていうか、これは当たり前なんです。しかしイエス様は逆のことを行われているんですね。逆、全く逆のことを行われているんです。で、そのイエス様がこう入間でいることによって、で、今読まなかったんですけど10節を見るとなんと世界のこの戦争がなくなっていくって話になってるんですよ。この権力者とか力あるものを絶やすってこうなくしていくっていう、もうその世界を完全に変える力を持っているという逆説があるんですね。入話でへりくだっているこの力のない人たちっていうかこの王こそがですね、逆にその力ある者たちをも倒す力を持っていると、こういう話なんですね。で、今先ほどこのアレキサンダーの話を少ししましたけれども、ギリシャの方ですね、まあ、ギリシャ語だとアレクサンドロスって言いますけれども、彼が、この実は9章の前半、この1章から8章までは実は彼がドドドドドドーとこの、ね、シリアのあたりからこう南下していって、ペリシテ、この今のガザですね、そして、エジプトの方までこうダーッと攻めに行く姿が書かれているんですね。で、今ここの話が出てきて、で、この11節以降からは後半部分はこのヤマンって出てますけど、ギリシャとの戦い、これ時代が変わってアレキサンダーの時代ではなくてもっと後の時代に、このマカバイの戦いと思いますね。マカバイ家の戦いと思います。で、これを多分予言しているんではないかと言われるものがここに書かれているんですけども、で、何言いたいかと言いますとですね、このマカバイの戦いで、このギリシャ人の王、アンティオコス・エピファネス、が、ユダヤ人を迫害したんです。迫害、もう本当に恐ろしい迫害をしてました。そして、彼らの、この一神教であるユダヤ教を全部根こそぎから取るために、この祭壇に豚を捧げさせたり、こうゼウスの像、ギリシャの神の像を立たせたりですね、無理やりギリシャの神を拝ませて、で、割礼を受ける者は全員殺されてですね、まあ、そういう、恐ろしい迫害があった時に、立ち上がってですね、そして戦って、奇跡的に戦って、その神殿が汚されてしまって汚されてしまったけれども、それを清めることをできた。で、それで、このなんですか、食材をですね、この灯火を8日間、まあ、つけていくんですが、この油がなかったんですよ。適切、その油が、必要な油がねなかったにもかかわらず、ほんの少ししかなかったのに8日間持ってしまったというので、ハヌカと言います。これはね、ハヌカで、実はハヌカが昨日かな、一昨日あたりから始まって、今、この12日から始まってるんですか。そうですか。6日目、6日目なんですか。そうですか、ありがとうございました。詳しい話でございました。多分ユダヤ教 の, あの人たちは昨日が一番ハヌカで喜んでね、祝っていたんじゃないかなと思いますけども、
このでイエス、これ今こういう話しましたけど、実は新約聖書にも載っていまして、この宮教目の祭りというこのよ、ヨハネの10章かなにこう載っているので、この光ですね、イエス様が光なんだということを、まあ、この思い出すことが、まあ、できるような内容であります、ね。クリスマスを私たちは祝う同じような時期に、彼らはハヌカを、まあ、祈って祝っているわけですけれども、この、まあ、似てますね。光、世において光として来られたんだ。世において光として来られた。私たちが暗闇を持っている、闇を持って虚しく、そしてこの虐げられている自分が、なんかこうもう本当に不条理の中に生きている、やるせない、そういう時にイエス様が光として来てくださったことをこのお祝いするんですね。まあ、クリスマスもそうだし、そしてこのハヌカもまあそうです。で、この詳しいことは号礼拝で話したいと思いますね。ちょっと話はずれてしまったんですけども、この旧節の始めに戻ります。シオンの娘を大いに喜べ、エルサレムの娘を喜び叫べとあります。今この王が来るということで喜び叫びなさいと言っているんですけれども、シオンの娘を、エルサレムの娘を喜び叫べと言っているんですね。これもすでにゼパニア書の3章14節でシオンの娘を喜び歌い、イスラエルを喜び叫べ、エルサレムの娘を心の底から喜び勝ち誇れと出てきていました。で、なんで喜び歌い、喜び叫ぶことができるのかっていうのをちょっと考えてみたんです。喜び歌って喜び叫ぶ、皆さんどういう時に喜び歌って叫びますかね。あんまないね。感情を表すの少ないね、日本社会はね。みんなだってサッカーのサポーターでさえなんかみんな礼儀正しいんだよね。一度ね、なんだっけな、あそこ、なんか、なんだっけ、忘れた、花火大会があってね、その前に前座で、忘れちゃった、有名な、昔の人だったら分かる、神宮球場の時、なんだっけ、誰だっけ、まあいやいや、女性の歌手だよ、出てきてね、赤森明で出てきて、そしたら、わーって出てくるね、そしてみんなが、キャキャキャって、まあ、桜じゃないけど、分かんないけど、あとファンの人がやって。終わったらパーッと戻るんですよ、ちゃんとね。この秩序正しさ、あんまりないんだよね。こう、なんていうの、もう全部発散させる喜びをね。で、ここではそういう発散のさせ方をしてるんですね。で、なんでそこまでできているのかということを見ていきたいと思います。で、まずここで、シオンの娘よとあります。シオンの娘。エルサレムの娘、娘って呼んでるんですね、神ご自身が。まあ、これ2つの意味があるかなと思うんですね。まず、娘って呼んでるんだから、自分のことを、ご自身のことを、父だと思ってる。ですね。で、これがまず1つ挙げられるんじゃないかなと思います。お父さんがエルサレムに帰ってきたってことですよ、自分たちのところに。お父さんがやってきた、戻ってきたってことですよ。遠く離れていたお父さんが戻ってきたって言うんですよ。嬉しいですよね。大きな喜びがあります。イエス様は私たちが神に祈るときに天にいます私たちの父よと呼びかけるように命じています。で、異邦人と同じように言葉を繰り返してはいけないということもイエス様は言われました。こう言ってますね、マタイの6章7節で、祈るとき異邦人のように同じ言葉をただ繰り返してはいけません。彼らは言葉数が多ければ聞かれると思っているのです。だから彼らの真似をしてはいけません。あなた方の父なる神はあなた方をお願いする先にあなた方に必要なものを知っておられるからです。だからこう祈りなさい。天にいます我らの私たちの父を皆が崇められますように。で、祈るときに、なんかこう、たくさん話して聞いてもらおうと努力する。
ということはある。何度も繰り返して、シュッ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 ってこうやって何度も繰り返して、わかんないけど、で、シュッこれ。で、これ、ちゃんちゃらおかしいよという話なんです、イエス様って。もう必要知ってるんだよ、あなた、お父さんなんだよって、神様なんて。必要知ってるよって。だったら、そういう知っているお父さんに話していくように話さなければいけないわけなんですよね。信頼を持って人格のある方として話していくことができます。で、他にもイエス様が言われたのは、こういかにも霊的にですね、この言葉を選んでこうなんかかっこよく祈るっていうのも間違ってると。奥まった部屋で戸を閉めて祈りなさいってイエス様が言うんです。で、これね、人に祈りを聞かせるなって意味じゃないんですよ。そうではなくて、こう書いてます。隠れたところで見ておられるあなたの父があなたに報いてくださいます。お父さんと話すときに他の人に聞かせながら話しますから。ちっちゃな子供が個人的な話でしょ。もちろん仲悪かったらなんだけどだけど普通そうでしょ。それ人に聞かせようなんて思ってる、思いながら話す子供見たら気持ち悪いよね。そういう話をしてるんですね。親密な父との関わりの中で祈っていきなさいということを言ってます。で、これをですね、イエス様はすっごく願ってらっしゃいます、私たちに。何かと言いますと、イエス様にとって父なる神なんですね。この神はご自分の父なんですよ。一人子の神なんです。この巫女って言ってますけど、子なるキリストなんです。だから、こう神殿が、ユダヤ人の神殿があったんですけども、で、そこで商売をしているから、それをこう全部両替台を倒したりですね、この牛や羊をこうもう追い出したりして、イエスも怒ったんですね。で、その時にこう言ったんです。それをここから持っていけ。私の父の家を商売の家としてはならない。で、多分そこにいたユダヤ人の宗教指導者たちは目を丸くしたと思います。神殿ですよ。神の家ですよ。天と地を作られた神としてユダヤ人たちは礼拝してるんですよ。俺のお父さんの家を商売の家にするんじゃねえよ。だから怒ったんです、ユダヤ人指導者は。お前、神を自分のお父さんと言ってんのか。お前、神なのか。イエスもそうだって結局言いたいんですよね。そう言って怒ったんです。で、この中に神は、イエス様は弟子たちを招き入れたいと願ったんですね。この親密な関係の中に招き入れたいと思って、それで祈るときにこうなるよっていうふうに言ったんですね。このヨハネの16章の23節で、その日にはあなた方はもはや私に何も尋ねません。まことにまことにあなた方に告げます。あなた方が父に求めることは何でも父は私の名によってそれをあなた方にお与えになりますと。すごいですよね。直接お父さんのところに行きなさい。今までは私にちょっとこれ神様に頼んでくれませんかって、いいよいいよっつってイエス様がこうやって祈ってくださったんですよ。そうではなくて直接行ける、私の名によって行けば行けるから、でこれだけ近しい関係になれるよと。そしてなんと復活された後にイエス様よみがえった後にマグダラのマリアにこう言われました。私の兄弟たちのところに行って彼らに、私は私の父、あなたまたあなた方の父、私の神、またあなた方の神のもとに登ると告げなさいと。神をご自分の父とイエス様がしておられるように、今度はイエス様が弟子たちを自分の兄弟って呼んで、そしてイエス様と父の神様との関係をそのまま私たちの方にも持っていくことができるようにしてくださったわけなんです。
養子縁組にしてくださったんです。神がこの方が父だと分かれば喜びますよね。自ら祈りたいと願うし、この方と一緒にいたいと願います。で、今度はシオンの娘、エルサレムの娘と主が呼ばれているのはですね、まあ、父としてっていうふうに今言いましたけど、今度ね、こっちの意味かもしれません。妻としての呼びかけかもしれない。将来の奥さん、若い娘を一人の男が見つけて、お嬢さんどうしましたかってですね。で、あのもうなんか道端でなんか汚い格好してこう立っていた女の子がいたするじゃないですか。そしたらこ の, あの若いお兄さんがですね、いいよ、あの来てって言って育ててあげて、で彼女が結構大きな年になって、で 昔は結構若い時に結婚できますから、13歳14歳でも結婚できるような、そしてその時に結婚をすると、そういう意味の娘っていう意味があるかもしれません。なんでこういうこと言えるかっていうと、私今作ったんじゃなくて、エゼキエル書の、16章にその話が書いてあるんです。この赤ちゃんですね、もう赤ちゃんでもう道端に捨てられている女の子がいたんです。でまだおあのへその緒までもですね、なんだ、切られてない。で自分の血の中っていうのは、その母親の血っていうか自分の血っていうか、それで もみくちゃにされている。でその彼女に向かって、生きよ生きよってこう言ったんですね、まあ、つまり引き取ったんです。そして、このどん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 成長して、この恋する時期ぐらいになってこう書いてます。私は衣の裾をあなたの上に広げ、あなたの裸を覆い、私もあなたに誓ってあなたと契りを結んだと。そしてその後にですね、豪華な着物を着せて飾り物で飾って、彼女が非常に美しくなって女王の位にまで着いたってこう書いてあってですね。で、ところがその美しさや富を使って、なんと他の男たちとこう通じるようになっちゃったんです。どん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 自分のこの財産とかその美しさを使ってやっていって、ついにもう本当に買収婦以下ですねになっていって、みんなに捨てられたという話が書いてあります。でこれがエルサレムのことを表してるって。その女王になった時はソロモンの時代で、そしてその後でどん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 この国が弱くなっていって、最後にはバビロンによって潰されるという、その話が書いてある。けれども神はこう言われました。あなたの若かった時に私と結んだ私の契約を覚え、あなたと常しえの契約を立てる。もう本当に捨てられてしまった、もうぐちゃぐちゃになって自分を裏切ってそうやっていった女を拾って、もう一度契約を立てて親しい交わりをして、またその妻として受け入れると、そういう意味合いがここにも込められている可能性があります。ですからシオンの娘を、エルサレムの娘をと言ってる時に、まあ、父としての神、また夫としての神って言ってもいいでしょうか。これを見ることができる、この関係の中に喜びがあります。状況じゃなくて関係の中に、状況が悪くても関係がはいつも変わらないから、私たちは喜び勇むことができます。そして今このあなたの王があなたのところに来られると、ユダヤ人たちがホサナと叫んだとさっき言いましたけれども、ホサナには救ってくださいっていう意味なんです。これもあんまりこうなんていうのかな、日本の中ではピンとこない話なんですね。実はイギリスの国歌が、God Save the Queen って言って、女王よ、神よ女王を救いたまえっていう歌の内容なんですね。これ何かっていうと、この自分たちが虐げられているところにこの王がやってきて、そして倒してくださって、この敵どもですね、そしてこのやってきてくれたと、救いなんですね。その戦いに勝利した後でやってくるのを救いで、勝利したっていうのは救いなんだよって、そういう意味でこの救いっていう言葉を使うんですね。映画とか見るとなんか出てこないかな、ほら馬乗ってさ、こう王様が来てみんなが
うわーとかってやるでしょ。見ないですかね、あの戦争映画とかだと。戦争映画であのね、例えばあのヨーロッパ戦線であの連合軍のね、アメリカの軍がオランダのある町をね、この行った時にもうみんながこのナチスドイツから解放されてくる歓声上げてるんですよね。でもう若い兵士たちはなんか女の子たちが来てこうキスしてくれるもんだからなんかニヤニヤしちゃったりとかさ、そういう感じであのみんながわーっと叫んでるんですね。まあ、そういうあれですよ、そういう意味合いでこのあなた方の方があなたのところに来られる。ただね、ここで問題があります。イエス様の話、このイエス様が来られた時に5日後には十字架につけろって同じ群衆が叫んだんです。この変わりようってすごいですよね。でも世の中ってそうじゃないですか。このマスコミっていうか、そのほら誰々が不倫をしたとかさ、誰々が何だかって言ったら、今まではすっごいこううわーって立て上げ持ち上げた人を一気に落とすでしょ。群衆ってそうですよね。で、なんでそうなるのかっていうと、王として崇めてないんですよ、本来は。だって自分の願ってる通りにならないから十字架につけろっていうか、もう出ていけっていうか貶めるわけでしょ。自分の願ってる通りにしてくれる存在って王様じゃないよね。しもべですよ。はいこれやって、はいこれやって、はいはいやります。祈る時もね、神様これやってください、え、言うこと聞かないの、じゃあもういいよ、これしもべだよね、王様じゃないよね。何に私たちが束縛されてるんでしょうか。なんでそうなってしまうか。王として崇めてるつもりがなんでそうなっちゃうかっていうと、結局自分中心なんですよね。罪ですよ。それ自分に束縛されてる、自分こう罪を持っている自分に束縛されてる、その自分からの解放ですね。これが自分を喜ばせます。イエスも王として暗き世に来てくださいました。でこの罪と死の斜めから解放してくださったということが書いてあります。その死によって、これヘブルの2章ですね、悪魔という死の力を持つ者を滅ぼし、一生涯死の恐怖につながれて奴隷となっていた人々を解放してくださるためでした。そして次に、この方は正しい方だって言ってます。王が正しい方って心からの喜びがあります。で、逆はね、もういつも目にしてるから分かると思うんですね。王というと、王っていうか指導者って言った方がいいですね。なんか嫌なことされるっていうふうに思いますよね。自分の上司を思い浮かべてください。もう素晴らしい上司だって尊敬できる人もいれば、やっぱ苦しんでる人もいるかもしれませんね。とか、上司でなかったらもうちょっと偉い人でもいいですよ。クリスチャンはね、全ての人が神に立てられてるから敬って祈りなさいって言ってますから、今名前は挙げませんけれども、東京都の指導者、国の指導者もいるわけでしょ。で、どっかで不満が出てきます。で、なんで不満かって言ったら、正しいことやってないと思ってるからです。で、事実やっぱりそういう不公平な部分、不公正な部分っていうのはあるわけですよね。権力を振るっている、その上に王がいるけれども、その王が、神が自分の上におられることを知らないといけないはずなのに、自分が、まあ、神っていうか振る舞ってるから、神のようにだから虐げられていくんですよ、その下にいる人たちが。しかし正しい裁きを本当の意味でしてくれる、正しく治めてくれる人が本当にいたのであれば、超嬉しいですよね。心の奥底からの喜びがあります。黙示録の19章、クリスマスの時期になると、まあ、教会ではよくコーラスで歌うんですね。というか、あんまりちょっと高度な歌なので、そうですね、よっぽどちゃんと練習しないとできないんですけども、ヘンデルのメサイア、ハ
ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤってあれだ、ハレルヤ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 。で、それはどこから来てるか。黙食の中継者なんです。で、そこを読んでみます。この後私は天に大群衆の大きい声のようなものが、こういうのを聞いた。ハレルヤ、救い栄光力は我らの神のもの、神の裁きは真実で正しいからである。こう言ってるんですよ。神の裁きは真実で正しいから、だからもう大歓声でこの喜んでいるわけなんですね。で、次に救いを賜るとあります。神は正しいからこそ人を救うことができます。これすごい大事です。正しいからこそ、神が正しいから、神の義によって、正義によって私たちを救ってくださるんです。で、私たちは宗教はみんな拒みます。宗教っていう問わず、全て普通人間拒みます。自分が救われるためには自分が良くならなきゃいけない、正しくならなければいけない、一生懸命何かをやって頑張って、そして充実っていうか、こう満たされることが、いろんないわゆる人生における救いを手に入れる、何かを頑張って自分で正しくなることによって、例えば宗教だったら神から受け入れられるようになる、天国に行けるようになると。普通そう考えます。ところがキリスト教っていうか聖書は全然違う。こう言っちゃってです。またね、さっきの話戻るけど、聖書って道徳の本じゃないっていうのよく分かるのは、過激なんですよ、言ってることが。あんたが一生懸命頑張って正しいことをしてるけれども、その正しいのが汚い布切れみたいになってるよって、こう言ってっていうのは、これ実は神が言ってるっていうよりも、こう自分への神様を信じてる人が告白してる、こう祈ってるところに出てくるんですけどね。で、神様は私たちが正しくなることを望んでません。自分たちで頑張って正しくなることを望んでません。で、これ聞いてびっくりするかと思います。聖書を読むときも必ずそうやって自分が正しくなるようにっていう前提で道徳的に読んで いくんですね。最初読むときって、例えば隣人を愛しなさいとかさ、敵のために祈りなさいとかさ、でそういうのは有名ですよね。でも天の父が完全なようにはあなた方も完全になりなさいってこう言うんですよ。完全になりなさいとか、お金持ちの人に対して全財産を売ってから、全財産を貧しい人に捧げてから私についてきなさい、話にならないね。ちょうど一生懸命なんですか、川をですね、この漕いでって、ね、船で漕いでってね、一生懸命漕いでんだけど、ナイアガラの滝みたいな滝がブワーって出てきて、なんかもう、ああなんだよこれ、ダメじゃんという気持ちにさせられちゃうんです。ちゃんと読めば。で、神様はだから私の義によって私あなた方を救うんです。私の義によって、あなた方の義じゃなくて私の義をプレゼントするからって言ったんです。どうやって？それが神であられるキリストご自身が人となられて、神の子であるキリストが人となられて、そして人として十字架ですね、この死刑台ですよ、死刑に処せられたんです。で、それで神の正しさを表した罪に対する私たちの自己中、この悪いもの、これを根こそぎですね、その死刑台の上でこの裁いてくださったんです。裁いたんですね。裁いたんだけども、私たちが裁かれないように身代わりにしてくださったんです。
身代わりなんです。あっけないですよ。自分が重罪人だとして何人も殺して死刑台に立ったら、裁判官が無罪だって言って、もう平定って言って、もうそこで裁判終わりだって言って、あっけないですよ。でその根拠はもうすでに罰、死刑を受けた人がいるから。でこれを神様はしてください。でキリストがそのようにしてくださったことによって、私たちを信じる者は、信じる者たちをこの無罪としてくださるというか、もうまた罪を犯してないかのようにしてくださると。これが救いなんです。で次に柔和でっていう言葉があります。柔和で、これね、苦しんでるとか悩んでるっていう意味合いでも使われるんですね。使われてるんですね。これヘブル語がそうなってるらしいですね。苦しんでるとか悩んでる。でイエス様はここでこの来られて5日ぐらい経った時に、4日ぐらいか経って捕まえられて、ユダヤ人にで裁判かけられて、ユダヤ人の裁判、宗教裁判をかけられて、その後で、この普通の裁判所、つまりピラトですね、総督ピラトのところに連れて行かれて、十字架につけられたんです。苦しまれたんです。痛めつけられたんです。でもイエス様は仕返しをしませんでした。仕返しをしなかった。むしろ正しい裁きを父なる神に委ねて任せたんです。だから自分のことを罵っている人に対して、父をどうか許してください、この人たちは何をしているかわからないのです、とこう言ったんです。事実イエス様が蘇られて聖霊が下って、この教会が始まるときにですね、そこでもういた人たちがいるわけですよ。また同じようにで、ペテロがここに悔い改めなさいって言ったときにね、そしたら罪の許しを得られるよって言って、本当に悔い改めたんですから。イエス様はそこにいて罵っている人たちに対して許してくださいと祈る。そして裁きは父なる神に任せた。柔和なんです。仕返しをしないというのがもともとの柔和の意味なんです。このギリシャ語的にはね、仕返しをしない、正しい裁きを神に任せる。この人に習いなさいとイエス様ご自身が言われました。私に学びなさいと。私は心優しく、マタイの11章の20節ですね。私は心優しく減り下っているから、あなた方も私の首輝を追って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎがきます。私の首輝を追いやすく、私の荷は軽いからです。で最後にさっきの言ったロバに乗られる、それもメロバの子の転ばに、ロバメロバの子、こう何の変哲もない乗り物だったんですね、当時は。ところがソロモンが王となるときに、即位するときに、王様として即位するときに、ロバに乗っていった、ラバかな、正確に言うとラバに乗っていった話が第一列王の1章の38節から39節に載ってるんですね。彼らはソロモンをダビデのメラバに乗せ、彼を連れてギホンへ行った。でそしてみんながソロモンを万歳と叫んで、まあ、いるって書いてあるんですよ。なんでか、なんでロバなのか、ラバなのか、違うけど似てるよね。ロバなのかラバなのか。で理由はソロモンという名前の意味がシャロームから来てます、平和から来てます。でソロモンも戦う必要がなかったんです。ダビデが戦ってくれて血を流してくれて、もうそのイスラエルの国に歯向かう国はないし、むしろ繁栄することによって、この物が与えられることによって、多くの物が与えられて皆が豊かになることによって戦う必要もなくなったんです。こう豊かに与えられる、そのシャロームが、平和が与えられているので、このゼカリア書9章10節に書いて
ある通りになるんですね。私は戦車をウクライナから、軍馬をエルサレムから絶やす。戦いに弓も立たれる。この方は諸国のために平和を告げ、その支配は海から海へ、大川から地の果てに至ると。これ再臨の時に実現するんですけれども、ロマニコに乗って乗らこの王だからこそ世界に平和が広がっていくということなんですね。私たちが平和を作るものは幸いですと、その人は神の子と呼ばれると書いてある。イエスも言われました。平和を作るって何なのかということをこのクリスマスの時期に考えたいですね。平和を作るって何なのか、まあ、いろんなこう祈りながらですね、それを考えてみてください。この今学んだシオンの娘っていうところからですね、そして、このあなたの方が来て正しい方で救いを賜り、柔和で、そして老婆にも乗ってこられるって、この一つ一つですね、まあ、見てって、そしてこの平和を作るってどういうことなのかを見てっていきたいと思うんですよね。例えばまあ自分の、まあ、こう人間関係うまくいってない人とか、あるいはこう自分の心の中にどうもこの平安がないっていうか、虚しいというか、あるいはこううまくいってなかった自分の働いている職場とか、まあ、いろんなところでこの対立しているところに知恵が与えられて、こうそれが和解というか、この対立がなくなっていくとかですね。あるいは悲しんでいる人に励ましと慰めを与えることができるとか、いろんなことがあるかと思います。この平和を私たちが本当に、イエス様の礼拝することによって与えられていくということです。ではお祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございます。このようにして、どうして柔和であるものが、減り下っているものが、この世界を完全に変えるほどの力を持っているのかを見ることができました。主よ、どうぞ私たちがいかに自分が何でもないもの、小さきものだと思っても、神は愛しておられて、神の子供とすることをおできになって、そして神の子を通して、神の子供たちを通して平和が作られていくということを知ることができたことを感謝いたします。主よ、どうぞあなたがここにいる一人一人に祝福を与えてくださいますように。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。アーメン。